今日のタイトルは、ソシオニクス、はい、SEE8 つの心理機能、うん、ということで我々のこのチャンネルは、うん、ソシオニクスについてはイザヨイブログ、はい、めまいさんの、うん、ソシオニクスの紹介を、はい、許可を得て行っておりますと、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。最近別の動画では、はい、岡田斗司夫さんの、うん、欲求の4タイプ4タイプ、まあ、MBTI16 タイプのやつをやり、うん、エニアグラムをやり、うん、自分のことが分かった気になってきたときに、はい、SEE、うん、ソシオニクスでは、うん、SEE、うん、というのになったので、うん、本当はなんかこの僕はこの欲求の4タイプでは、うん、指令型というところにいて、はいはい、勝つことが目的、うんうん、勝たねば勝たねば勝ちたい勝ちたい、うん、勝つが中心、うん、の中で我々のこの16タイプの、うん、とか MBTI の中でも、うん、外交型ってあんまり見られないんですよね、はい、動画が見られないので、うん、やってもなーっていうのがあった後回しに後回しに後回しにってしてるんですけども、はい、うん、OK と、うん、ちょっとこの自分の理解を深めてみたいな、うんうんうん、SEE ってどんな人なんだろう、うんうん、っていうの多分効果はありますからね、見られなくても。そうですよね、うん、途中で終わるよりは、はい、うん、あとはその例えばパートナーが SEE とか、うんうんうん、いますしね、はい、うん、こいつどんなやつなんだよ、うんうんうん、っていうのにも役立つ方なんて思いまして、うんうんうん、こんな動画を、はいはい、で、うん、SEE というのは、うん、政治家、はい、ソシオニクスは人を16タイプに分けて考え、うん、SEE 政治家は、うん、大胆不敵、うん、見せ上手、人を動かす構想交渉力という特徴があるタイプですと、うんうんうん、SEE はMBTI のタイプで言うと ESFP とおおよそ対応するタイプです、うん、はい、僕は16タイプの方では、うん、自覚では ESFJ によくなるなと思ってます、はい、ただ ESFP にもなったことはあります、うんうん、カーシー博士では、はい、行動ですね、うんうん、どんな行動してるかでは ESFJ です、うんうんうん、はいはいはい、ただその16タイプの、うん、性格の診断とかを受けると、うん、多分あれって願望が込みだと思ってるんですけど、ま、こう なりたいとかこう考えてる、うん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 、行動は取ってないけど、うんうんうん、こう考えてるの方だと、うん、よく ESFP になります、はいはい、で願望込みだと、はい、うん、でエンターテイナーって書かれて、うん、ああまあ願望だよねって、うん、俺エンターテイナーじゃねえしって思ったりしてますが、うん、このソシオタイプでは政治家と言われてますと、うんうん、感覚はい、論理、うん、外交型、うん、で SE の基本的な性格としては、うん、先ほども申し上げましたが、うん、大胆不敵、見せ上手、うん、人を動かす交渉力、うん、でリーダー気質で自分に自信があり人の注目を引きつけるのが得意ですと、うん、見ててやらしいですねなんか自分が書かれてる感じはします、はい、見せ上手とは思ってませんが、うんうん、そこになろうとしてるのは分かります、うんうん、で人の力関係を熟知していて、うん、相手がどんな褒め言葉を喜ぶかを分かっていてそれによって巧みに駆け引きしますと、うん、なるほど。ただ、まあ、そんな自信満々に見える SEE ですが、うん、ちょっと直情的なところがあって、うん、自分の感情を自制できず努力をしていたことも、うん、まあ、自分の感情によって水の泡にしたり、うん、まあ、望まない衝突を生んだりするなんてことがありますと、うんうん、分かる、はいはい、うん、でこの SEE というのは、まあ、外交型で、うん、感覚型で、うん、倫理、うん、倫理っていうのは論理的に積み上げたことよりも、うん、人の道とか、うんうん、規則とか、うん、まあ、そういったことですかね、うん、感情に注視、うん、システムや構造よりも人間関係や感情に焦点を合わせる、うんうんうん、で自分の視点でいいか悪いかを判断する、うん、っていう人なので、まあ、非合理型ですね、うん、はい、という方が8タイプでどんな形になるか、うん、はい、というお話ができればなと思ってます、うん、で、SEE のモデル A というのは SEE のこれが A モデル A ですね、うん、でファーストが主導する機能、
まあ、リーディングファンクションといって中心となる機能で目立ち、さらに自信もあるので、うん、この私 SE の人のリーダーですと、はい、うん、で主導する機能が外交感覚、うん、SE の場合、うん、活発に行動したり、うん、交流したりしている人々といると気楽さを感じます。人を組織し、うん、必要に応じて動かし、うんうん、特定の目標へ方向づけることができます。他者に服従したりさらに貢献したりも好きですが、それはより効率的に物事を起こすことができるからですと、うん、自分の周りで生じている縄張り争いや対立に敏感、うん、他人から攻撃的あるいは敵対的な方法で動かされそうになったり、うん、何かをさせられそうになったりすると即座に自分も敵対します、うん、敵、うんうん、即座に私やってますねこれ。人々がお互いに操作しようとしたり、うん、何らかの目的を持って自分を組織化しようとしたりすると、うん、すぐに察知します。でまた自分の目的を達成するために攻撃を仕掛けることもあります、うん、自分が何をする、何を着る、何を食べる、うん、何に似るか、うんうんうん、など自分で決めたいと思っていて、うん、他人に決められそうになると、うん、憤慨しますと、うんしかし自分が最も目立てるのであれば他者の考えやアドバイスも喜んで受け入れますうんうん、うん、そんなこと言ってますねいつも。恥ずかしい恥ずかしいですねこれは困難な状況で自分の意思を試すのを楽しむ、うんま、人生を逆境と困難に満ちた険しい道のりとして捉え、うん、切り抜けて打破しなければならないものって考えてる人たちです、うんうんうん、分かる、ここはすごい分かります、うん、っていう人のファースト、うん、主機能が、主機能がごめんなさいね、うん、ファーストが、うん、SE でございます、うん、ではセカンドが FI、うん内向感情、うん、セカンドは想像する機能ですね、うん、想像する機能というのはリーダーの補佐するサブリーダー、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事、うんうんうん、なんでファーストに比べるとあまり自分ではそこは自信がない、うんうんうん、が私はこの内向感情で判断してるわけですね、うんうんうん、この人たちは自分がどう思うか、はい人間関係を感じ取ったり、うん、作ったり維持することが得意です、うんうん、しかしこのような関係は固定的なものというよりはむしろ状況に応じて変わる流動的なものだと思うことがよくある、うんうん、このタイプの人たちは自分の主導する機能の認識という文脈で、うん、他の人たちとの関係を作ることに焦点を当てようとします、うん、行為や需要を表現することで人との間に親密さや関係を築くことが簡単にできると思ってるんでしょうね、うん、簡単にできるよって、うん、書いてないですけど付け足すなんですけど、うん、ごめんなさい。しかしその場で表現された感情は変わらぬ個人的な感情を表現しているというよりは、うん、むしろ状況によって変わるものですと。仮に自分の気分や場の状況が変わったら即座に感情の蓋を閉めて、うんうん、親密な関係を築いた相手のことも忘れてしまうかもしれません、うんうん、ちょっと冷たいところもあるんですかね、うんうんうん、よく人からはよくよく付き合うと意外に冷たいと言われます、うん、まあギャップもあるんじゃないですか。あ、よく不良が優しいことをすると、うん、優しいってなるように、そうそう、すっごく優しい人かっていう想像が入ってるから、あ、なんだ意外と冷たいみたいなあ、もったいない、もったいないギャップですね、はい、分かったりします、うん、結構攻撃的、うん、SE はそうなんでしょうね、うん、そんな感じは分かったりします、うん、はい、